こと佐藤子です。はい、今日はですね、ちょっとコラボライブということで、実は受講生さんのご自宅に来ております。ここ千葉県なんですけれどもね、今朝始発に乗って徳島のね、阿波踊り空港から千葉県までそう、迎えに来てくださってね、さっきちょうどガトーバスク、ナルトキン時のガトーバスクのレッスンさせていただいてたんですけれども、今日はもうすぐオープンされる焼き菓子を販売するお店兼カフェですねからお届けさせていただいております。では、ね、受講生さん、マンツーマンプロコースで学んでくださっている、普段はオンラインで学んでくださっている受講生さんなんですけれども、ゆうこさんです。よかったら自己紹介を。はい、皆さんはじめまして、伊藤ゆうこと言います。普段は普通の、パートの主婦をしているんですけど、まあ、映画で先生の授業を受けさせてもらってて、もう先生にずっと背中を押されまくって、なんとかできるかな、やってみようかなっていう感じで、メルカリでこういうものを買ったり、ポツ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 少しずつ揃えて、できるかなっていう感じで今やってます。よかったら私がこんな風のを作ってるよっていうのを見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、はい、コメントいただいてますね。あ、としこさん、こんにちは。すごいですねってコメントいただいてますね。50代からでね、やっぱり主婦をやってきて、これから焼き菓子の販売と、こちらでね、製造許可も取って、これからカフェもオープンされるっていうことで、いつオープンの予定ですか？本当、来年の1月かなって言ったら、先生が来月からできますよって。来月からやってって言ったんですけど。言ってるんですけど、なんとなく自分ではまだ、内装もまだガタガタしてるので、1月ぐらいにできたらいいかななんていうふうに準備しているところです。ね、今は来年の1月オープンに向けて、でももうこんな風にショーケースも準備されて、とっても素敵なんですよ。ちょっと中の方をご紹介させていただきます。まだまだあれですけど、はい、これすごく今日素敵なお菓子並んでるんですけど、これは毎年いつも私、栗を剥くのがもう本当趣味なぐらい大好きで、趣味は何ですかって聞かれたら、もう渋皮剥きですっていうぐらい剥くのが大好きで、ね、毎年渋皮にもうこれ、まだまだいっぱいあるんですけど、すごいでしょ、こんな大きな栗。毎年作って、それで上に乗っかってるのがその栗なんですけど、いろいろなんかいろんなの組み合わせてやってたんですけど、今年下にメレンゲのお菓子を引いて、真ん中にジョコンドを引いて、それでこう、マロンのクリームを流してみたら、意外と組み合わせがいいかなっていう感じだったので、モンブランこれいこうかなと思って今先生に見てもらってるところです。はい、これからいただくのですごい、この立派なね、この渋香りが上にね乗ってる、これだけですごくもう入ってきた瞬間もこれ目が釘付けになりました。なんか渋香りは毎年みんなが美味しいって、言ってくれて、こうちょっと時間をかけて3日4日かけてじっくりとこう甘みを含ませてこうやってて、こう美味しくなるといいなと思って作ってます。愛情たっぷりのモンブラン、そしてこの下のはこれね、千葉県はピーナッツが結構見せてあげていただいていいですか？そうですね、そう、これすごいね、ピーナッツがこれ千葉県産地なんですけれども、そうなんです、すごく贅沢、これちょっと見て、すっごい美味しそう。そうなんですよね、先生の授業を受けて地元のものを使うっていうのが私すごく、いいなって思って、この辺なんだろうって思った時に、やっぱりピーナッツが結構どこのお家でもピーナッツ結構食べてて、だから何かこれを使えないかなって思った時に、キャラメルと
と一緒にあえてそれをタルトの上にこう乗っけただけなんですけど、コーヒーの味に下のガマンドはしてるんですけど、うん、コーヒーとピーナッツがちょっとすごくよく合って香ばしさが美味しいかなって思って作ってみました。このね、ピーナッツ殻付きと殻付きじゃないのをあえてこういう作るじゃないですか。この辺をね、羽根出しっていうのでこうあんまり正規のものじゃないのがこういろんなもの混ざってるのをこそっとこう安く売ってるんですね。それを買ってきて、だからこの周りの皮もいっちゃえば食べれるので辛いにしてやると香ばしくて、香ばしいところとそうじゃないところがなんとなく面白くて、うん、美味しくて私は好きなんですよ。はい、見た目もこう2色あるみたいで綺麗だし、はい、なんかこの皮も生かして、はいはい、いただくっていうのが、うん、この地元ならではの、はいはい、すごい発想楽しいですね。はいはい、なんかこの辺では当たり前なんですけど、まあ、先生がこのように言ったのはそうなんだなっていうふうに今思ったんですけど、うん、さっきね、茹でた、はい、茹でたね、これね落花生ね、千葉県の人はみんなほとんど知ってると思いますけども、これね、さっき準備してくださったんですけど、茹でた落花生っていうのが売ってるそうで、うん、徳島ではこういうのって見かけないものなんですよね、うんうん、すごい立派で美味しくって、ね、みんな茹でて各家で普通に茹でて、これは買ったものなんですけど、お酒のおつまみとか何でもおやつみたいな感じでみんな食べてますね。でそれをお菓子に地元のものを生かして今何か考えてくださってるんですね。そうですね、いろいろ使う、これピーナッツ使っていろいろ作れないかなと思って、ピナッシュだったりシモンだったりこれを、ね、煮込んで作ろうかなと思って、ピーナッツ入れると何でもなく美味しくなっちゃう感じなので、うん、はい、頑張って作ってみます。なんか発想がね、どんどん湧いてきて、うん、ね、そうそうそう、先生にもいろいろ食べてみたらって言われてからいろいろメニュー考えたんですけど、本当楽しくてピーナッツでいろいろその地元のものを使って作るって本当楽しいなと思って 今まだちょっといろいろ考えてるところです。はい、本当にね、うん、普段からこう手作りとかされてらっしゃるなっていうのが伝わってくるような、うん、この店内もすごい素敵なんですけど、これね、すだちを今月、うん、送り、先月かな、うん、送りした分でこうすだちをシロップ作ってくださってたり、うん、これはジンジャーエール、ね、うん、手作りの新生姜で作ったジンジャーエールを先ほどね、いただいたりとかしたんですよね、うんうん、でちょうどこのガトーマスクが、うん、これね、うん、さっき焼き上がって、うん、ガトーマスクのね、フレッシュしてたんですけど今上がったばっかりです。ね、はい、楽しいです。こう手仕事してる。手仕事。こんな感じでね、今日来てるんですけれども、はい、うん、じゃあここからね、ちょっといろいろお話もお伺いしつつ、はい、最初私の、うんうん、ね、はい、ことを見つけてくださったのってどういうところで見つけてくださったんですか？何の動画だかちょっと忘れちゃったんですけど、YouTube の動画。YouTube で、はい、なんかこうお菓子作りに行き詰まった時に、これどうやってやるんだろうなって思った時に、検索した時に出てきたのが先生の話で、はいはいはい、それで先生の動画がこうすごく分かりやすくて、で先生のページに飛んでいろいろ、あ、こういうレッスンやってるんだなって思って、はい、私もお菓子を作るのが大好きだったんですけど、大好きですね、もう本当ご飯を作らなくて毎日お菓子作っていくんですけど、でもな、カフェやったりお店やったりは特別な人がやるんだろうなっていうふうに思ってたの でだけどなんか思い切って悩んで、いつも私 YouTube の動画はいろんな人のをもう徹夜しても見るぐらいもう毎日見てるので、ただ普通に先生の動画を見ててもこれまた同じかなと思って、思い切ってマンツーマンレッスンをやってみたら何かもしかしたら変わるか、変わるっていうか何か得られるものがあるかなって思って、
で思い切っても先生のその YouTube を検索してから1ヶ月もしないで、そうなんですよ、すぐやってみようってなんかなんとなくこう先生のビビッと通じるものが何かあったのかもしれないんですけど、それで始めてみたら毎回その私こうオンラインでやるレッスンというのも初めてで、もう最初から先生ともトラブルばっかりで、画像が見えません、声がホワイトニングしてます、先生どうやってやるのわかんないわかんないって言いながら、もう泣きそうになりながらやってったんだけど、やっぱりもう楽しいので時間があっという間に早いんですよね。こんな時間になっちゃった先生ごめんねって言いながらやってて、その話の中で、インコさんじゃあいろいろやってるなら思い切ってやってみればいいんじゃないとか、こんなことできるんだからもっとこれで作ってみたらどうとか、私がこうどうしようかなって悩んでると先生がすぐやりなさいよとかって、何も悩むことやりながらやっていけばいいんだよって、私なんか完璧に何かを準備してでやらないのかなと思ってると、先生がそんなことない、もうやりながらやればいいのよとか言って、もうずっと押されてます背中を、だからなんかもうできるかって思って、だから私が今回来るからって言ってこれをね急いでなんかもう整えてくださったから、それでまたちょっと一歩進みましたよね。もう先生が来るって言わなかったらこんなの全くやらなかったし店のもそのままになってたかなっていう感じで、だからなんか私がちょっとサボってると先生が後ろから押す感じで、だから今もまあなんとか楽しくやってるような状態で1月に向けて少しずつ準備をしております。先生のおかげです。いえいえ、やっぱり陽子さんがすごいなって思うのが行動力が本当にあって、思い立ったらパンで取り込むその勢いというか潔さがすごいなって思ってて、お菓子作りを始められたのをさっきねお伺いしたんですけれども、4年ぐらい前にとあるカフェに行かれて、よかったら話してあげてください、お菓子作りされまでねされてなかったんですって。お菓子作り始めて4年なんですよ。そう、たった4年なんで4年で起業ですよ。そんでお菓子は食べるのは好きだったけど、ホットケーキミックスで作るぐらいしかやったことなくって、だけどそのあるケーキ屋さんで、のケーキ屋さんのその扉を開けた瞬間にクッキーのいい匂いがして、そこでこう対面で焼いてるようなお店で、小さな店なんですけど、そこでこうケーキバイキングをやっていて、なんかね、でもすごくこう幸せな空間だったんですね。初めて行ったお店だったんですけど、それで私そこでケーキ食べ終わって、もう普通に仕事してたのに、来月から働かせてくださいって、それがすごいレジで同じ言っちゃったんですよ。そしたら一緒に行った友達がどうしたのってびっくりしちゃって、そうだよね、私仕事してるのにどうするかなって思ったんだけど、そのオーナーさんがちょうど一人参加してたとこなので、っていうのも張り紙なしだったんですね、募集っていうのが、本当タイミングがもうぴったりをあって、それでうちに帰って、家族に相談して、今まで普通に家族のために生きて家族のためにご飯を作っていうことをやってたんですけど、なんとなく自分のことをこれから少し考えたいなっていう時期でもあったのかななんて少し思ったりして、50代、はい、そうですね、子供たちが手がようやく離れて、なんかこう、なんか自分は何ができるんだろうかななんていうのは絶えずこう思ってたような時期ではあるんですけど、それ何、いつから思ってたんですか？なんかそれは何だろう、いつからってことはないけど、なんか自分が趣味とかその生きがいって何かななんていうのを絶えず思いながら、でも家族のためにこうやるのは普通かなっていうふうに思ってたので、でも子供
の3人目の子供が高校野球をずっとやってたんですけど、うん、その子がちょうど終わってあもうこれから自由だなって思った時にそこのお店に行ったのがまたいいきっかけだったのかもしれないんだけど、うん、それで、やらせてくださいってお願いしてたらそのオーナーさんがじゃあ来月からお待ちしてますって言ってくれたんです。それで何も家族にも何もまだ言ってなかったのでそれでなんか相談して、まあ、やりたければ、まあ、やってみればっていうことで週に1回だけやることになって、はい、もう楽しくてもうなんかもうすごい疲れるんですけどもうやったことのないその未知との世界でもうバターを混ぜたりこのメレンゲを立てたりこうそういう一つ一つの動作が本当に楽しかったんですけど、そこからです私本当にお菓子が好きになってそれが4年前 でそのところはちょっと都合で1年ちょっとぐらいで、辞めてしまったんですけれども、うん、でもお菓子作りはもう本当に好きで毎日毎日もう1日も欠かさず作らないことないぐらい毎日作ってます。何かしら 作らないとそれも私のストレス解消でなんか混ぜたり焼いたり練ったり型を抜いたりっていうのがもう本当に無修復の時で作ることが本当に作ることが好きなんです。その力そのものが楽しく作るのが楽しくっていうところですね。だからその挑戦状にその何か販売するとかっていうものもあって、うん、好きっていう気持ちがいいかったのかなと思ってそこに先生が後ろから押してくれたのでなんかこう形になってきちゃったんですよ今。なんかお話しした後にこれから、お菓子の許可を製造許可を取るのに電話しますとかこれから図面を持っていきますとかもうどんどん進んでいったんですよ、ね、です先生が言ってくれたからです電話しこういうのはここにやっぱそういうところに行って聞くんだよとかいうのをちょこっと言ってくれるとあそうかじゃあ聞くだけ聞いてみようかなとか行くだけ行ってみようかっていう感じに思えるんですよ先生すっごくもう軽々しく言うので大丈夫よ行ってみなよみたいな早くやったらいいのにやってみればいいよとか言ってくれたのでそれでなんとなくこう知らない間にここまでとうとうに来ちゃったよね。本当それから先生ここまで来ちゃったんだもん。千葉まで来ちゃって。ますよ。やっぱりこうどういうね環境とか土地でお菓子作りされてるのかっていうのを実際私も目で見たいなって思ったし、こういうお店がどういう雰囲気なのかとか実際に作られてるお菓子を私自身が食べてみたいっていうのもあったし、ね。うちの家族なんかね、先生が徳島から来るんだってって言ったら、騙されてねえかなって言われて、おっか、大丈夫かって言われて、何しにそのおか見に来るのって言われて、わかんないって言ってたんですけど、本当、もう先生と話してたら、そのことも分かんなくなるぐらい楽しく、もうずっとお話しさせてもらってます。やっぱり、Zoom で会ってると、うん、全然初めて会った気がしない。不思議ですね。田舎の駅先生が降りてきた時は10年来の前に来たって友達のようなそう、なんかそういう、ね、本当ですよね、不思議な体験ですよね、こうやってね。そう、なんかお店の名前ももう決めていて、お店の名前ね、イラストもね、書かれてたんですよね。ちょっとよかったらぜひ、紹介、炎の前まで。ね、はい、焼き菓子なぎっていう名前の焼き菓子なぎさんです、うん、この辺海が近くてこうなんていうんですかこの辺の地元の言葉で穏やかなこう波の続いてる時が波だねとかっていう言葉があって、うん、いいですね。なんかこう穏やかなこう波が続いてるみたいな名前でちょっといいかななんて思って、何っていいなって思って、この名前にしようかなって今、自分でただイラスト描いて、波の絵とを描いてるだけなんですけど、素敵な絵が、これ、ね、素敵なのかわかんないけど、これは何、看板とかに何かされるんですか、それかパンフレットとかそういうのに、
何も考えてないけど先生どうしようかな。ただこれお店の名前でこんなのいいなと思ってただ作ってみた。ナビってすごい名前ですね。私ね、もう一個ここにね、ナルって書いてあるんですけど、ハワイ語でこれはナミっていう字なんですけど、そしたら先生が、え、ナビの街全然いいよって、ナビが私はいいと思った、ね、言うから、じゃあナビにしようかなって思う。このイラストもすごくね、素敵なこう味があって、ゆうこさんらしい雰囲気になったんでね。わかんないけど、ただパラパラとかいっぱいってますけどね。ね、素敵な方、本当に。本当ありがとうございます。皆さん、ほら、いっぱいくれてるよ。はい、としこさんすごいですね。しずこさん、こんにちは。チャミさん、こんにちは。ありがとうございます。いつも見せるチャミさん。あのすごいチャミさんいつも見てますね。またちょっと消えた。はい、しつこさんすごいタイミング、さっきのあの出会いのお話ですね。ありがとうございます。でもこうやって出会ってること自体がなんかもう奇跡のような気もするし、こうやってね千葉に来れてるとかこんな風にお話できてるっていうのも、オンラインっていうね、私もことをやったからこういうふうな遠いところのね瀬戸さんとも知り合えて、ゆうこさんともねこんなふうにつながれて、本当オンラインちょっとハードル高いかなと思ったんですけど、うん、やってみると全くできない私にもできたので全然皆さん大丈夫だと思います。ズームとかで、ね、それまであんまりやってることないっておっしゃってましたもんね。いまだに接続するときすごくドキドキするんです。そうなんですか。はい、はい、よかった先生の顔見れたって毎回思って、始まっちゃうともうそんなこと忘れるぐらい楽しく授業させてもらってます。へえ、はい、そうなんです。はい、これからもっとじゃあね、ピーナッツのお菓子とか、ね、はい、開発されて、開発ってことですけど、ね、課題でもね、あるので、和菓子フランス菓子のね、オリジナルの、テーマを自分で決めてね、作っていただくっていう課題があるので、ゆうこさんはそれでね、ピーナッツをまず選ばれたのでね、いろいろ作っていただいてまして、これから私、試食させていただこうと思ってます。よろしくお願いします。ちょうどね、この辺、向こうは海なんですよね。はい、本当に海が近くって、うん、サーファーの方がこの辺、たくさんいらっしゃるっていうことで、うんうん、いろんなところから、もう土日は来ますね、うん。そう、なんかさっきお聞きしたら、もう旦那様はお仕事に行かれる前に、朝サーフィンに行かれて、うん、すごいですね。旦那さん、56歳ですけど、毎朝サーフィン行って、その後、もう普通にシャワー浴びて、ネクタイ締めて、普通に会社に通ってます。まあ、みんないろいろ自分の趣味があるから、それが自分のストレス解消なんでしょうね。うんうん、だから、このお店は、やっぱ海のね、さっき絵を描かれてたんですけど、うん、サーフィン帰りの方とかに来てもらったりとか、そうですね、どんな人に、うん、そうですね、うん、まあ、そういうのもありますし、まあ地元のね近所の方にも来ていただけるようになるといいなと思うんですけども、うんうん、まあ、生菓子もやりつつ、うん、焼き菓子の方が今のところなんかちょっと楽しいのでやってますけども、うん、まあいろいろ生菓子の方がいいなと思えば生菓子も作っていきたいなとは思ってます。皆さん勇気いただけると思います。なんかこうやってずっとね主婦でやってきても、たった4年でお菓子作り始めてここまでもう形になったって、すごいやっぱりゆうこさんのエネルギーであったりとか、この思い、熱い思いがここまでなったのかなって思いますので、ね、何でもできますよね。これから何でもやろうと思ったらできますよね。できると、大事にこうやらない理由を捨てて、もう頑張ってやろうっていうふうに思えばできるのかなっていうふうに思うんですけどね、うん、そこに先生がちょっとこういつもアドバイスくれるので、まあなんとなくこれからのなんか自分がいつまで元気でいられるかもわからないですので、好きなことを少し仕事にできたら
いいかななんて思って、まあ、家族とも協力をしていただきながら、できるといいかなって思って、今はとにかく作るのが大好きなので、大好きなことを仕事にしていけるといいなっていうような思いでやってます、ね、はい、やっぱり好きなことだからこそ頑張れるっていうのはありますよね。こんなに気になく好きになるなんて本当に思いませんでしたけど何かは変わる、何か分かんないなって本当自分でも思ってますね。やっぱ人のご縁っていうのを、ね、大事にしながら、やっぱその時のチャンスが来たら逃さないというか、ね、ピピッと来たものに関しては本当に飛び込んで見られたら今こういうね、ことになってますよね。自分ではなんとなく分かんないことも、こう人はこういうのが得意なんじゃないとか、これがいいんじゃないとかっていうのを第三者の目でこう言ってくれるので、そうなんだ、私意外とだなとか、なんとなく自分で考えてるよりこう人に言ってもらうと、そこがまた自信にもなって良かったなって、今私先生と出会えて本当にありがたかったなと思ってます。そう言っていただけると、私もすごく、ね、受講生さんから学ばせていただくこととか気づかされることっていっぱいあって、本当なんか悩んでると何悩んでるって先生ができてるよとか、できてるんですよ、すごいね、できてるのに、なんかなんかこうもっとすごい人がケーキ屋さんとかってやるんだろうなっていうふうに思ってたので、普通の私みたいな普通の人でもできるんだなっていうふうに今本当に思ってます、ね、すごい素敵な、もう来年にはやりたかったことが叶って、ね、少しずつ、はい、ここにきっとお客さんがたくさん入って、ね、ゆこさんがこうケーキ運んだり、ね、飲み物出したり、ね、ここでクッキーとかもね量り売りしようかっていうお話してるんですけど、なんかそういう量り売りしてるお客様がここにもういっぱい来てる図がもう私の中ではもうすごいねリアルに今もう描かれてるんですよ。そこにきっともう一緒に行きたいなって思います。ぜひ行きましょう。ありがとうございます。ということでメッセージ、今ちょっと待ってね、ちゃんと見えたね、あれどこ行ったっけ、はい、はい、頑張ってくださいねって、としこさんありがとうございます。チャビーさん素晴らしいエネルギーですね、やらない理由を捨てる、自分を生きるために最も有効な断捨離ですね。あ、すごいすごい、嬉しいコメントいただいて、たくさんこのお昼のお時間に見に来てくださってありがとうございます。嬉しいですこのエネルギーが皆さんに伝わって、ね、皆さんもハッピーな気持ちに、ゆこさんが輝いたら、ゆこさんの周りの、ね、ご家族も輝くし、来てくださってるお客さんもすごくハッピーな気持ちになるし、みんなが、ね、輝いていくことにつながるので、お菓子で幸せをつなげていって欲しいなって思ってます。またなんかシュンとなったら先生が紹介をしてくれることを期待して頑張りたいと思います。はい、では皆さんありがとうございました。ちょうど、ね、時間30分になりましたので、今日はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ではまたさようなら。